今は何をしているか、わかりますかねこの前作ったカフェに、酒場のマスターのマラトさんを、連れてこようと思ってます。いやぁ、引っ越しも大変ですよねー。地下からの引っ越しなので、どうしましょうかねー。こうやって、酒場と繋げてっと。どうもー、マラトさん。久しぶりです。ちょっと、いきなり入ってくるなんて。何かやましいことでもあるんですか？いや、いつも通り真面目に働いていましたよ。怪しいねー。それはそうと、引っ越しするので準備してくださいねー。新しくできたカフェに、引っ越しするんですよー。ようやくこの地下から脱出ですか。よかったよかった。いけいけー。うるさいねー。だいぶ、村も変わったんですよー。おう、ほんとですねー。なんかおしゃれになっちゃって。ここが新しいカフェです。いいねーいいねー。よし、到着です。あー、大変でした。これで、マラトさんの引っ越しも完了です。どうも、こんにちは、こんばんは、タコライスです。今日もマイクラー、やっていくでー。はい。今日はまず、マラトさんの引っ越しをしてみました。地下からの引っ越し、なかなか大変でしたよ。あ、そういえば、この前、コメントでいただいたのですが、家の猫さん、一匹しかいないんじゃない？とコメントいただきました。そして見てみたのですが、確かに一匹しかいないんです。なんでかな？これは大変だー。と、思ったのですが、よーく探してみると、なぜか家の外にいました。なんでですかねー。バグですかねー。とりあえず、無事、発見できてよかったです。いやー、よかったー。この猫さんたちは、前の村の時から、家族なんです。ずっと一緒にいるんですよー。なのでこれからも、一緒に暮らしていきますよー。いやー、びっくりしましたねー。あ、そうそう。今日は、村でのんびりしようと思ってます。マラトさん、様子を見に行ってみましょうかねー。そういえば、カフェを建ててから、村人さんがカフェまで来るようになりました。村の中心が、カフェに近づいてきたみたいです。どうもー。おう、どうもどうも。このカフェの居心地はどうですかねー。なかなかいいねー。暖炉もあってあったかいし。地下の酒場とは大違いだねー。今度からはここで、質問コーナーですねー。そうだねー。そろそろ、また質問コーナー、しましょうかねー。司会は俺に任せときな。マラトさんがいると、カフェの雰囲気も良くなりましたねー。さあ、今日は釣りをしたいと思います。今回は、猫さんを連れて行きますよー。散歩がてら、釣りに行きます。おいでおいでー。釣りをして、ネームタグ、ゲットしたいんです。あ。今回は、狼さんたちも連れて行きますかー。たまには外に出ないとねー。はいはい、散歩に行きますよー。こっちだぜー。いやー、かわいいですねー。そういえば、ネームタグのことなのですが、私はネームタグを使うとき、アルファベットの文字しか使えないと思ってたんです。でも、コメントで教えていただいたのですが、普通に入力するのは無理だけど、コピーして貼り付けると、日本語で名前つけれますよー。
と教えていただいたんです。なのでもう一回ネームタグゲットしててっちゃんに名前付け直してあげます。気合い入れてやっていくぜー。この海の幸のエンチャントがついた釣り竿ならきっといけるはずです。早く釣れるといいなー。かなりのほのぼの動画になっちゃいそうですねー。本当は探検に行こうと思っていたのですが、猫さん探したりマラトさんの引っ越しをしているうちにまったりしたくなっちゃったんです。あれ、これって、おー、いつの間にかネームタグゲットしてるー。いつの間に、やったぜー。さすがエンチャントした釣り竿です。こんなに早く釣れるなんて。問題の、てっちゃんです。アルファベットの文字だし、日本語にしてあげたいですよねー。やってみます。確か、メモ帳などに付けたい名前を打って、それをコピーして、貼り付ければできるはずです。コピーはしてきました。ネームタグを置いて、名前のところに貼り付け。おー、できたー。日本語で入力、できました。てっちゃん、いいですねー。ムフフ。よし。これを早速。てっちゃんはどこに行ったかなー？おお、いたいた。ネームタグ、つけます。たー。日本語で名前、つけれましたー。いやー、すごいです。教えてくれた方、ありがとうございました。もう一つネームタグ、釣れないかなー。そんなに甘くないですよねー。そうだ、釣った魚を猫さんにあげましょうかねー。確か繁殖するはずです。はいはい、おお、子猫さんです。これは茶色い方の猫さん、チロルと同じ柄ですねー。小さくて可愛いです。また、新しい家族ができました。さあ、今日はそろそろ帰りましょうかねー。ちなみに、白と黒の猫さんは、マーブルっていう名前です。マーブルとチロルの子供だから、新しい猫さんの名前は、クランキーにします。今回は私が勝手に決めました。マーブルとチロルと来たら、次はクランキーしかないよねー。今日は賑やかですねー。そうだねー。今日はみんなでまったりしてたんですよー。なるほど。私もペット欲しいな。今度、猫さんか狼さん、よろしくお願いしますね。しょうがないね。今度、見つけてきますね。よろしく。新しい猫さんも家族に加わったことだし、家を作ってあげたいです。暖炉の近くに、猫スペース的なものを作ってあげようと思ってます。だんだん賑やかで、いい感じになってきましたね。はい。今回は村でまったりダラダラしてみました。でも、結構収穫ありましたねー。ネームタグ、たくさんゲットして、猫さん、狼さんたちにも、名前、つけてあげたいです。あ、それと、調べてみたのですが、村人さんにはネームタグ、つけれないらしいです。いやー、残念です。ということで、
今回はこの辺で終わりにしたいと思います。パート100までもう少し頑張っていきますよ。でもパート100になってもまだまだ続けていきますからね。では今回はこの辺で。最後まで見てくれた方ありがとうございます。チャンネル登録者さんありがとうございます。いつもコメントくれる方ありがとうございます。コメントいただけて本当に嬉しいのですが、コメント数が多くなってきましたので、もしかしたら全てに返信はできないかもしれません。でもコメントは必ず読んでいますので、これからもアドバイス、アイディアなどよろしくお願いします。それではさようなら、またねー。